みそこスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、みそこです。今回は2024年2月に行ってきた台湾編後編をお届けします。それではレッツゴー。ランナさんとの台湾デート3日目です。連日飲んで食べたのでお腹に優しいものを食べに来ました。やっぱりここに寄らないといけないですよね。すごい混んでて朝から忙しそうでした。念願の豆乳がゆです。だしと少し固まった豆乳がとっても美味しいんです。この日もかなり混雑していました。その後は旦那さんの希望で龍山寺へ行きました。ここ以前も行ったんですけど、今回はめちゃくちゃお正月で人も結構多かったです。しっかりとお参りをして、その後占いやっていきます。前回来た時なんか曖昧なルールだったんですけど、今回ようやくルールが分かってひたすらやってました。ですがマジで出ない。これ表裏がね、3回やって3回とも出ればいいんですけど、これ表表ですね。何回やったか分かりませんが出ました。33番ミサです。10回以上やりました。願い事も変えました。読み解いて行こうと思います。これ誰かストップして内容を私にコメントで教えてほしい。そして龍山寺の近くの胡椒餅のお店、以前来た時はお休みで食べられなかったあのお店です。今日はやっていたのでなんとか購入することができました。嬉しいでありんす、食べるでありんす、めっちゃ嬉しい。これ肉汁見えるかな、熱々でした。そして行天宮にやってきました。何やらすごい行列で、よく見るとですね、その先に青い服を着た人たちが立ってました。ここでお祓いご祈祷みたいなのを2人ともやってもらいました。そしてこちらも旦那さんご所望の占い横丁。いや、まさか旦那さんが占いしたいっていうことあると思わなかったんですけどね。今回は私の占い結果見ていきたいと思います。自由が大好き、あと性格が強いの。あなた本人が性格が強い、主観が強いんだ。だから自分の考えが強いな。人まだ自由が好きだから家の中主婦は向かない。外で仕事した方がいい。主婦じゃないから自分のプライドも高いし性格強いから、あんな子供頼っちゃダメ、だからあなた前は仕事がナンバーワン、仕事が優先ですよ。結婚恋愛これがナンバーツー、弱いところだから旦那がおれば恩人。今の旦那から結婚した、このヒルじゃなかったらまだひどい。だからありがとうと、男見る目もあるから、あなたどうしても仕事がナンバーワンだから、疲れるけど忙しい、やる気がちょっと足りない。生年月日が火が多いの。火は熱いもの、情熱ね。あなた火度が熱いな。火度、家におったら火事がなる、トラブルばっかり。だから外に出るのが涼しい、だから健康のためにも外に出た方がいいだね。あと海外向き、自分の国より海外良い人が多い。いつも旅行も仕事まで行ける。あなた日本の国より良い人が多いから海外、アジアが最高。あと日本でもな、あなたふるさとダメだ。日本でも生まれ以外ところで仕事とかした方がいい。あなた生まれどころはたまに帰るの方がいい。日本でも生まれ以外に良い人が多い。いい子だよ。もう怖いくらいバチバチに当たっててすごかった。皆さんここおすすめ。すごかったっすか、家。1日満足したので、またまた適当にご飯を買ってお部屋で夕食食べてぐっすり就寝です。続いて4日目、床街へやってきました。もう年末なんでめちゃめちゃ混んでました。で以前来た時は友人に任せていたので自分がどこにいるか分かんなかったんですが、ようやく位置関係把握しました。すごいよ、人がすごいよ、めちゃめちゃすごい。こんなこの街初めてなんだが、私東京でいうとこの年末のアメ横、マジですごい。車両通行禁止。あ、すごいよ、何の店が入っとるか全部教えてくれる。
あこれだったら食べきれそうやね。あ、おいしいね。カリッカリ、めっちゃカリッカリ、うまっ。脂もあってめちゃめちゃおいしい。かけほしい。やばタナさんがずっと買ってた、なんか知らんけど買ってた。あったかい。食べ物だけではありません。台湾は雑貨がとにかく可愛いので、ここでお土産も購入します。いろんな雑貨を置いてあるこちらの店はハンドメイド作品もあって、ずっと見てられました。撮影の許可をもらったんですが、店員さんもとっても優しくって、お店の雰囲気にとても合ってました。そしてこちらのカードケース、自分用にもお土産にも購入しました。ちなみに私はここで最初の5000台湾ドルを消費しました。以前来た時はタピオカ流行ってたんですけど、今回なんかどうやらいちご大福が流行ってるみたいでしたよ。普段はされてない装飾もされてました。正月を数回経験している感じがする。今年太陽って日本帰ってきてもまあ正月やって、台湾来て正月やねん。ずっと正月、今私はずっと正月。めっちゃ買った。めっちゃ買った。オッケー、シェシェイ。ということで、あっという間に台湾最後の夜です。年末ということで、結構なお店が新年までお休みになってました。これ私が大好きな地球ボール。もうふわもちサクって感じで大好き。やってるお店でまたまたご飯を買いまくって、食べたらすぐ寝られるようにお部屋で食べます。っていうかね、この行った週が雨降ったりで夜めっちゃ寒かったんだよね。美味しそうなものは全部食べたいので、もう身振り手振りで頑張って買いました。食べたいものを買うならね、頑張れる、絶対みんな頑張れるって。さあ、ということでお部屋に戻りました。このトロトロのスープ、パクチーもしっかり入っていてめちゃめちゃ嬉しい。春雨とは違う、なんか透明なもっちりとした麺でした。うん、うまっ。イカ団子です。うまっ。うん、おいしい。うん、まっ。最終日の朝です。美佐子、このタイミングでまさかの初めての両替です。というのも、当たった台湾ドルを使い切ってしまって、空港までの交通費なくなってしまいました。5000台湾ドルはほとんどが食費、コンビニ、お土産、交通費で消えました。贅沢な旅だったね。連日動いて食べまくって疲れてはいたんですが、早めに空港着いたんでフードコートに向かいました。こちらの、ね、パンが食べたいという話になったので、がっつり購入して今回はパンを食べたいと思います。なんかめっちゃ大きい。
ます。見えるかな、このトロトロ、うん、色と身が、うん、うん、まっ、うん、まっ、うん、まっ、あと10個食べたい。チーズタルト、太いお肉もゴロッゴロしております。